地獄の軍団。レシピがさっき使ったデッキなんですけど、これがレシピが、ブラックマジシャンが3枚、うん、でネオスが1枚、ブラックマジシャンズナイトが1枚、懐かしいな俺この頃やってなかったから見てないエレメンタルヒーローが3枚、エアーマンが1枚、プリズマね、プリズマね、プリズマが3枚、エアーマンが1枚、プリズマが1枚、バブルマンが1枚、サモンプリストが1枚、週末の基地が1枚、エマージェンシーコールが1枚、3枚、ごめんね、鉄道応援が1枚、ヒーローアライブが1枚、基地の称号が2枚、キーオーマーのマナコが2枚、この辺の俺とアニメ版見てないそうだねブラックマジックが2枚サウザナイトが1枚、小安が使ったやつだドラゴンズレイヤーが1枚、ミラクルフュージョンが1枚、ナリキンゴブリンが2枚、思い出のブランコが2枚、融合が2枚、死者蘇生が1枚、永遠の魂が3枚、聖なるバリアミラーフォースが2枚、スターライトロードが1枚で、これが3枚、うん、まあこれはもうね、メインで、まあプリズマーで落とすから、手札に来ちゃったりとかすると、あんまりね、落とせるやつがいなくなっちゃうから、まあ3枚っていうのもあるけどね。ああ、うん、とりあえずこれでコピーしたかったりする。そう、大体もうプリズマーでコピーして、騎士の称号とかティマイオスのマナコで、エクストレデッキから呼んでくるよっていうね、感じの、こういうのとか、こういうのとかね、を呼んでくるよっていう。ネオスいらないんじゃないですかね。いや、ネオス、根本からネオスは、まあ、いらないと思うけど、うん、まあ、でも、一応、ヒーローが多いから、まあ、融合できたり、ミラクルフュージョンになったり、あと、さっき出したワイヤーム、うん、一応、バニラモンスターでワイヤームになったり、アナザーネオス。いや、アナザーネオスだと、なれない。通常モンスターじゃなきゃいけないから出してからじゃあ召喚権使うからこっちの方がフィールド上にいないとあれ通常モンスター扱いにならないじゃん。そう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 、確かね、フィールドか墓地じゃないとダメなのか、墓地じゃ融合できないか、うん、確か、まあそういう扱いだよっていう、うん、まああとはまあ別に、まあ、使いたかった根本うん、このデッキを作るにあたって映画をモチーフにしたかったから、まあ、入れたかった、うん、ラグマシャがいて、ネオスがいて、うん、スターダストが出せる、そうそう、で星が7だから、まあ、さっきの幻想の黒魔導士、はい、これ魔法使いだけじゃない、魔法使い属モンスター2体じゃないじゃなくてレベル7体、うん、あ、7か、そう7なんだよね。でここもそういう理由で入って7、ああ、うん、ナイト。で、これ出た時何するんだっけ？フィールド上のカード1枚破壊するね。ああ、だから相手のカードを除去言いつつ7を2体並べるっていうのが、うん、できるね。ああ、うん。まあそのがそれでもね、思い出のブランコが入ってたりとか、だからこの辺はこういうのでもつってこれるし、いろいろ蘇生手段が多いんで。っていう感じで。うん。ドラゴンズミラーは何を出すためのカード？ドラゴンズミラーはもう正直。これはもうこれしか、これ一択。あ、これドラゴンズかな。これドラゴンズか。魔法使いじゃないんだ。うん。なんで、墓地にワイヤームとかが送られれば、ドラゴンがいる状態が作れるし、まあ、このティマイオスのマナコ、で、先に出しちゃえば、これ1枚で、また同じように墓地になれる。ああ、こっからこれが出せたり。そう。まあ、ファイブゴッドドラゴンとかでもいいけどね。まあ、正直ね。でも、そこまでドラゴン落ちないかなっていう、やってて、このデッキだとね。そう、カオスエンペラーを入れるとだからもうそういうのもありだと思うけど、やっぱ重たい、まあそう、うん、動きがどうしてもやっぱこの永遠の魂っていうのが来たから、そうね、相手ターンさっきや、ね、出なかったけど、うん、さっきはね、マナが引けないんで強いけど、これに依存しない動きにした結果、これそう、これ来たらラッキーぐらいのそうもう本当になんか自分のやりたいことをやりたいように、相手ターンにブラックマジシャン出して、自分のターンにブラックマジシャン出して、うん、でもう慣れるしね、まああとそこのこのサーチ効果があるもんで、ブラックマジックかサブザントナイフをサーチできるから、ここはあ、そっか、蘇生効果ばっか目がいっちゃうけど、そうそうそう、意外とね、で面白いことにハーピーの羽動きは入ってないなんでいや、ブラックマジックが
あそれサイクロンも入ってないねこれ。うん、入ってない。ブラックマジックで除去れるし、ハーピーいいかなっていう。そう。で、サイクロンとか入れてもいいんだけど、はい、正直、サイクロン使って、じゃあ強いかって言われると、あんまり強くない。まあ、そう。まあ、そうね、うん。もう止められたら止められただから、サイクロン1枚から、じゃあプリズマ召喚で、それが止められないかって言われたら、そこまで。まあ、大体止められるし、じゃあサイクロン1枚使って他なんか動けるかって言ったら、動けないから、だったら動けるカードいっぱい入れた方が面白いかな。あ、うん、だから冒険もやめてナリキンゴブリンにしたし、自ターンに動きたかった、うん、そうだね、自分のターンに動けるような感じ、はい、というわけでいかがでしょうか、ま、組んでみたい方は組んでみたい方人工好きな方は組んでみていかがでしょうか、というわけでお相手はトフト卵でした。じゃあしたっけ、またこんな感じか、長くなるな。よろしければチャンネル登録や評価をお願いします。お願いします。 Twitter やブログで最新情報をお知らせしていますので、そちらもよろしくお願いいたします。よろしく。